せーの。今朝なのでちょっと声が低いですはい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はこの間韓国ダイソーの新商品がすごいっていう動画を作ったと思うんですけども、そのフィードバックで結構あこれプレゼント企画してほしいよっていう意見がたくさんあったので、一回ダイソーに探しに行ってまいりました。そしたらね、あのチェジュもなかなか田舎だから品数がそんなに減らないだろうと甘く見てたら、なんとリップ商品全品売り切れで、アイシャドウパレットも売り切れだったんですね。なのでこちらのあのナチュラルベージュのクッションファンデと、あとライトベージュのクッションファンデと、このマスカラ、ディープブラウンのマスカラのみゲットできたんですよ。私あのね、2カ所行ったのね。チェジュってそんなにダイソーが多くないんですけども、なのでその点アイシャドウパレットは絶対ゲットしてあげたかったんですけど、できなかったので、私が使ったものとか嫌でしょなのでこの3つを1名様にプレゼントさせていただきたいと思います。こうやってセットでお送りします。でそれを今からちょっとラッピングしていこうかなと思うので、あのそれもねダイソーで買ってきたんだけど、ダイソーグッズで送っていきたいと思います。すごい顔薄いなと思ったら、今日アイメイクまだしてなかったのね。今日から私あのソウルに行って結婚の準備とかいろいろしてくるんですけども、なので今日からはちょっとブログ的な、ソウルブログ的な感じになると思いますので、よろしくお願いします。はい、そしたらねちょっとラッピングでね買ってきたのはじゃじゃん、こちら。そしたら横を取ってこれを組み立てていくだけなんですけどね、こういうの動画にするなって言われたらするまでなんですけど、なんかサイズ感はすごいぴったりかなと。もしかしてマスカラ入んないかもしれないんですけど、絶対入んないと思うあーおっけ、おっけ、あーマスカラは、じゃあマスカラちょっと別でって、これとちょっとつける感じで送るね。もうもしゃもしゃを、え、まさかのクッションファンデも入んなかった。あ、入んない、どうしよう。モハモハ取ったら入るかな、モハモハ取ったら入るんだ。こんなになっちゃった。どうしよう、ミスでございます。ここの横にもハマ入れて、こうバカバカバカって動かないようにしますね。今空港に行かなきゃいけなくて、結構急ぎなんですけど、これを畳んでさっきのシールを貼って、こういう感じで送らせていただきたいと思うんですけども。どうやって応募するかっていうと、まず私のインスタグラムとあとツイッターの方のフォローをお願いします。そうしてこのチャンネル登録もお願いします。なのでインスタグラム、ツイッター、この YouTube のチャンネル登録でコメントにこの商品欲しいですよっていう熱い思いを、皆さんの思いをお伝えいただけたらなと思います。このコメントの中にぜひリクエストもあったら、私結構リクエストに答えていくの大好きなので、そんな感じで作っていこうかなと思いますので、インスタグラム、ツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録、コメントに欲しいよっていう思いと、あとリクエストの方をお願いします。その中の方で私が抽選で選ばさせていただきます。そんな感じのプレゼント企画のご紹介でした。なので今日もソウル行ったら動画撮ってみます。お楽しみに。それでは今日はちょっと短いですが、最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローもお願いします。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。